オッケー、じゃあ出発です。U ターン、地味に坂だな。じゃあここで雨宿りしてました。ちょっとね、雨が降るとね、寒いね、チート大丈夫か。おい、まあ予定通りね、ちょっと行ってプラッと行ってさらっとチャラッと帰ってきます。ガーガーゴーゴーじゃねえよって思いながら、これまたねえな、ビヨビヨな。よし、なんかね、でもね、寒いって寒くなったな。まあ一応ね、ジャージみたいなのを持ってきてるんだけど、寒いよな。空もね、でまあ道路がね、路面が濡れてますのでね、あんま調子に乗ってね行くとちょっと滑ったりしたら困るんで、もうめっちゃ安全運転でね行きたいと思います。まあさっきも言ったけどね、寒くなってきましたね。これは上を追った方がかなり寒いからね、絶対帰りは来ましょう。今はもうちょっと我慢してみましょうか。というかね、ズボンね、これ穴開いてるの。栄養に言えばね、ダメージジーンズなんだけど、穴開いてるんでね。寒いかな。どうだろう。まあね、あら、またね、これがね、いうことですか。この頃ね、360度カメラがね、ちょっと調子が悪いね。というかね、またね、雨がね、降り始めたよな。困った、困ったな。よいしょ、あんま変わらんかったな。やっぱ帰ろうかな。だって雨面白ないよな、雨降っちゃうな。帰ろう。願望かみたいな。まあね、無理していってね、こう今からね、結構山の中をね、くねくねっていく道なんで、無理していってね、こけでもしたらね、つまらんことになりますからね。
かるのもめんどくさいからいいか、このまま帰るかとなると、4時半でしょ今、5時半か、ギリ渋滞のラッシュの前に帰れるか、ギリ行けるかな、というかね、中途半端な雨降ったからね、ここ曲がってきたんだ、ここ曲がってきたんだっけ、違うな、また道わからんとこ入りよるし、八千代八ダム、八ダム八千代、八ダム八千代ってどんな道なんだろう、まあちょっとねこの道入ってみましょう、ってなると秋田方のなんとか三木屋の里はおのずといけないっていうね、感じです。ナビはね、今ねナビの案内じゃないナビ、ただこう地図だけ、この界隈の地図が出てるナビだから案内はしてくれてないんですけれども、さーてこれはどう行くんだろうか、ここ行くんだろうか、これは今日はね、これナビなしの看板で走ろうコーナーコーナーじゃないな、ナビなしで、看板だけで行ってみよう、スリングに変更です。こんなスリングです、ラッキーですか、これどの道を通っていくのかがわかんないんだけど、ここの裏の道を通っているので、走れなんだよね、でもよ、でも行ってたようなもないでしょ、アジダムスポーツランド、まっすぐですね、アジダム、広島八千代、多分多分よ、アジダムの周回道路の手前のとこに出るルートになるのかな、こうって、まあやっぱねここですね、予定通りの場所に出てきましたね、こっち行ってはね周回道路になるんですけど、もう今日はね、もう行きません、あ行って、まあ行っちゃ、アジダムですね、アジダムです、ギャラギャラしてますけどね、まあ、一応ね、今はね、こう360カメラが、ね、撮れてるはずですけど、アジダムです、アジダムです、とりあえず、もうね、もうここまで帰ってきたんで、あとはコメの前でコメリー言うだけでしょそれで、多分ね、今日の動画はね、もう締めようかななんかね、今日はグズグズな動画になっておりますけども、まあ今日はね、雨のために、行けなかったというね、そんな動画になりました。またね、こんなね、動画ではこんなね、感じでね、日々といいますか、なんか毎回ね、もうちょっとね、どうなんですかね、身のある話をした方がいいのかな、もっとね、皆様のためになるね、ためになることは俺何も知識じゃないからな、何もためになるようなこともないけど、まあこんなことしながら楽しくやってますよっていうのがね、分かれる動画がねできればいいんですけれどもね、なんかな、どうかなって感じなんですけど、まあまたなんかねなったら言ってください、コメントでもしてくださいこれこれこうしたらどうですかとか、こんなんも面白いかもしれないですよとかいうのがありましたらですね、ぜひコメント欄にもね、一言ね、書いていただけましたら、全紹介します。
天気良くなってるんですよこれほんまに。帰ると決めるとね、まあこういうもんですよ世の中のことにおいてはね。もう帰ろうと思うと良くなるっていうね。あ、コメントが見えてきましたね。だからコメントとともにね、今日はね、お別れしたいなと思います。それではね、今日はこんな動画で終わってしまいますけど、また次回の動画もね、ぜひともね、お楽しみくださいませ。またね、いいことも言うかもしれませんし、どうかわからないですけども。それではね、また、はいはい、コメント前から、お別れしたいと思います。それでは皆さん、またね、見てくださいね。コメリ、それではね、バイバイ。コメリ、バイバイ。